逆らう者は殺す。俺から逃れる術はない。歩きながら本を読むと人の迷惑になりますよ。さあ歩いて。この調子で行けば夕刻には読めます。ゴーセン嬉しい。ぴったりです。やはり接着剤か何か必要ですね。雨が止んだら探しに行きます。雨は水の循環の一過程です。地表から蒸発した水は空気中の塵などを核に雲を作り、降った雨は地中に染み込み川となり海へ流れ、そしてまた天に昇ります。この世のものは何でも循環しているそうです。そうでした。どの本にしますか？暗黒の脈動、暗闇の記憶、彼女の正義。君は本当にこの本が好きですね。ねえ君、この状況、僕が本を読み、君が聞く、君は喜び、僕は勉強になる。僕たちも循環しているんですよ。こんなことどこにも書いていなかった。発見です。ありがとう。また一つ学びました。君と一緒にいると勉強になります。ありがとう。はい、ありがとうです。もうすぐ君との旅が終わるのが残念です。
では行ってきます。静かにしていてくださいよ。団長、この辺でいい？ああ、村からちっと離れてるが、呼び込みすりゃ平気だろ。フォークママありがとう。リアンヌも少し休んだら？うん、じゃお店開ける時間まで寝るね。おやすみ。さて、開店準備と行くか。俺たちは食材調達、エリザベスは裏で店の宣伝頼む。ついでにハーブ買ってきてくれるか？はい。村娘風、吟遊詩人風、旅の踊り子風。逆に目立つ。あの、スカーフをかぶるだけで十分かと。それもそうだな。行ってきます。ああ、気をつけろよ。